初之助とかしこちょうちょう。かしこ聞いてよ、昨日ナイトとゲームやってたらさ、ナイトが強すぎて。あ、ちょうちょう。かしこ聞いてる？もちろんです。でもしょうくんも上手じゃないですか。え、あ、そうかな。でもね、ちょうちょう綺麗だな。そう思うよね。です。ん？誰しもが心の中に憧れの青春のイメージを大切に抱いているのではないでしょうか。それは実際に体験したものではないかもしれません。アニメ、漫画やアプリなどで目にしたものかもしれません。雄星高校にはそんなときめく瞬間、乙女フラグがあふれています。生徒はあなた、必要なのは思い出と夢。世界には恋愛、友情、出会いなどときめきのフラグがたくさんあふれている。一緒に乙女フラグをこの番組で始めましょう。乙女フラグ雄星高校。皆さんこんにちは、雄星高校高坂初之助役天月です。くずの葉かしこ役山本勝富です。今回はつい蝶々が気になってしまうかしこのお話でしたか？俺聞いてないね、話を聞いてないね、かしこくんがね、はい、あ、これでもあれかな、うん、上手ですっていうのと上手蝶々みたいな、上手なんか発見どういうことどういうことどういうこと、何にかけようとしたの今。五感が似てるかなと思って全然似てなかった。全然似てないよ、全然似てないよ、はい、蝶々ね、なんか大人になると、はい、あの蝶々がさ、はい、なんかだんだん気持ち悪く見えてくる人いるじゃない。ああ、まあ気持ち、それなんかちょっとわかるよ。ほんと？よく捕まえてたなと思う。なんかあの昔ね、パって手で蝶々ね、鱗粉とかね、粉とかついてたもん手に。そうだよね、うん、なんかダンゴムシとかもさ、うん、石をさ持ち上げたら結構わっていたりいますいますしたのをさ、うん、僕めっちゃ集めてたんだけど、子供の頃ね、はい、今じゃないですよ、うん、今出てもダンゴムシなら大丈夫だけど、うん、ちょっとミミズはちょっと怖いかな。怖いというか、うん、最近ね、友達が、うん、そのクワガタのブリーダーを始めたのよ、うんうんうん、ブリーダーを始めたっていうか、うん、なんかもう家に、うん、もうすごいいっぱい幼虫とか幼虫セットみたいなのがあって、うんうんうん、でなんかいるっていつも言われるんだけど、うん、まあ、僕はもちろんいらないんですけどなんかでも誰しも一回はさ、うん、カブトムシとかクワガタ育てたことありません？結構小学校僕育ててたよ。いや、そうですよね、うん、僕もやっぱ育ててたし、うん、でもやっぱそのあるらしいんですよ、そのなんかカブトムシ業界クワガタ業界が、うん、なんかやっぱそのレートがあって、やっぱいや、そりゃそうよ、高いやつはもう、はい、高いからでなんかそう見せてもらったなんか金色のやつ、金色のやつがいて、だそいつとかはもう昔は、うん、今でこそこうなんかいっぱい、うん、その増えるようになったけど、うん、昔は超レアだったらしくて、うん、もう1匹100万とかしてたらしいんですよ、すごいね、はい、もう全然カブトムシ詳しくないけど、うん、どれぐらいのなんかあれなんだろうね、幼虫の期間とかさ、あ、こう寿命とかはさ全然わかんないけど、でもどんぐらい結構な数地中にいますよね多分。うん、彼らなんか最近もね一匹見たよ、はい、うん、あの幼虫さん。ああ、なるほどね、うん、なんか葉っぱをねどけたらいて、普段何してんだって感じだよ、なんで、そうよね、いつ葉っぱどける機会があるんだって感じだけど、何してんだろうな、うん、いやでもちょっと今虫全然触れないかもな。なんだろうね、やっぱ、うん、恐怖を知るのかね、大人になるにつれさ、あの怖さをさ、見えないものまで、見えてなかったものまで見えるようになっちゃった。そう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 、やっぱなんか見なくていいものまで見えるような大人だ、うん、あ、汚れちまったんだよ、汚れつちまったんだよ土まみれになっちゃうはい、うん、そんなわけでございますが、うん、本日も始めていきましょう、はい、乙女フラグ雄星高校、最後までよろしくお願いします。乙女フラグ雄星高校。
改めまして山月です。山本和富です。前回あの読めなかったテーマメールの方からもう1つぐらい読もうかななんて思っております、はい、じゃあ私から今思うとちょっと恥ずかしい話ですね、はい、ラジオネーム空麦さんからでございます。はい、天月くん勝富くんこんにちは。こんにちは。今回のメールテーマ、テーマメール、過去の恥ずかしい傷をほじくり返して番組に貢献しなければと思って探していたのですが、たった今その体験をしました。はい、番組宛てのメールは普段あまり使わない G メールで、送らせていただいているのですが、自分の差出人名を書くのを忘れたと思って送信済みメールを確認したところ、入れた覚えはないのにちゃんと名前が入っていました。怖あれと思ったんですが、それまでに弟や知り合いに送ったメールの差出人欄を何気なく見ていたら、どのメールにも Google アカウントで登録したハンドルネームが入っていたことに気づきました。通りで返信がなかったわけだと納得しましたが、ハンドルネームをリアルな知り合いに晒していたことをめちゃめちゃ恥ずかしくなってしまいました。ハンドルネームね、僕結構あの猫と一緒なんですけど、ハンドルネーム、ね、チェルタ結構もう晒してますね。あ、あのなんだ、 LINE の名前にも、あのちゃんと書いてる、このなんだろう、ゲームで結構やり取りする人だと本名だと伝わらないじゃないですか、ハンドルネームじゃないと、なので、そっか、でも隠してると恥ずかしいのか。天月さんハンドルネームつけます？あ、僕は あんまりこう何外でやるゲームとかに天月とはつけないですね。活動名つけないですね。あ、まあでもそうだよね、はい、まあそれこそ隠密に、まあなんかそうっすね、ゲームとしてなるほど、ね、遊びたいっていうか、なんかまあ特に名前を気にせずやってますけど、あの僕はだから最近のそのやってるゲームは、ゴッド寿司マスターっていう名前なんですけど、晒しちゃって大丈夫なんですか？あ、いや、もう動画とか動画とか上がっちゃってるんで。あ、なるほどね。もはやなんですけど。なんで、え、寿司マスターなの？寿司マスターマスターって言ってた。マスターって言ってた。いや、もともとなんかそのやっぱ、その PUBG っていうゲームやってて、PUBG をやってて、それってあのボイチャが OK なんですよ、で海外の方と一緒になることが多かったんで、なんか寿司とかに名前してると、なんか寿司フロムジャパンみたいな感じでなんかすごい聞いてくるから、なんか朝、あ、イエスイエスみたいな、なんか寿司寿司ってみんななんかこういじってくれたりするんですよ、でそこから結構なんかそのゲームの名前にお寿司を入れてることが多くて、で今やってるまあそのエイペックスなんかは、僕出前館があるじゃないですか、でご飯結構出前で頼むんですけど、出前館っていうサイトで、その頼んでいくと、そのランクが上がってくんですよ、それがそのブロンズ、シルバー、ゴールド、ゴッドなんですよ、で僕ゴッドなんですよ。僕もゴッドで。あ、そう、その中しましたよね。そうだから僕ゴッド寿司マスター。あ、なるほどね。そう、そんな感じでなんかちょっと由来もありつつ、 なんかログとかで流れるとすごい気になっちゃう名前なんですって、僕の名前すごい覚えられてるんですよ。そっか、でも分かりやすいかもね、あのな結構アルファベットじゃん、ああいうそのなんだろう、ハンドルネームって、だからその寿司っていうその日本語のやつがアルファベットで入ってるとやっぱちょっと気になるね。なんかすごい意識向いちゃいますよね、寿司知ってる知ってる寿司、なるほどね、とかありますね。まあちょっとね、ハンドルネームでもちょっとあの自信を持っていただいて、はい、そう、面白いハンドルネームにして、そうですね、みたいな、そうそう、誇れるハンドルネームであれ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあですね、もう一つ、僕の方からもテーマメール読んでいこうかなと思います。はい、天月さん、山本さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞いています。早速本題なのですが、自分の今思うとちょっと恥ずかしい話は、小学生高学年の時に、当時付き合っていた人への手紙を暗号文にしていたことです。小学生高学年の時に当時付き合っていた人、その時はですね、手紙の中身を知られるのが恥ずかしくて暗号化していたのですが、今思うと暗号化の方が恥ずかしいなと思ってます。これからもラジオ楽しみにしています。暗号化ね、なんか小学校の頃とかだとなんか炙り出しとかが流行ってたよね。マジ？そんなのやってた？いや別にあれだよ、付き合ってた人に渡す手紙とかじゃないよ。やばそうかもしれないけど、
ていうか小学校で付き合うんだね。暗号文にしていた、まあなんか遠回しになんかあのメールのさ、うん、11があみたいな、12がいい、はいはい、数字で送って、うんうん、とかかな、ね、あのね、かな順にこう、こう打っていくとみたいなとかってですよね、うん、そう、そういうこと、まあ、暗号文、はい、そんな頭はなかったね小学校の頃はね相当知恵は合ってますよ、だってこれ、うん、頭がいいということだよでもなんかいいじゃないですか、なんかそういう思い出はなんか楽しいよね、よりなんか手紙とか残ってた日にはもうね、うん、思い返した時にキャーってで暗号解いてね解けなかったりしてね、逆にいいですね、それはまた、ね、柔らか頭で作った暗号だから、はい、はい、ラジオネームあのカイトさんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。ということでじゃあ普通歌の方行ってみたいと思います。ラジオネームリュカさんからでございます、はい、和富さん天月さんこんにちは、うん、こんにちは、4月30日に誕生日を迎えたのですが、うん、自分への誕生日プレゼントにカメラとレンズを買いました、うんうん、7年ぶりに新調したので性能の進化が目覚ましく撮影が楽しいです。お二人は今までもらって嬉しかったプレゼントや自分へのご褒美ってどんなものがありますか？よければ聞いてみたいです。これからも応援してます。どうかお体に気をつけてお過ごしください、うん、ああ僕最近あの最近のね、はい、ご褒美はあの結構いい肉、いい肉を買ってきて焼くみたいな。いいですね、うん、いや僕は結構その食事制限もしてたりするので、うんうんうん、ちょっともうなんかうまくいかない時とか、うん、あの今日はちょっとスタミナ丼食べちゃおうみたいな、うん、がっつりいっちゃおうかなみたいなご褒美は結構自分にあげてるのと、うんうん、最近買ったものって言えば、うん、あの iPad Pro を買いましたね、うん、欲しいって言ってたのかね。そうやっと買えたんですよ、うん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 、でけんだこれがっていう話なんですけど、いやでもすごい片手で持てる。いや相当重いですよ片手だと。あ、そっか、うん、やっぱね、うん、でもまあなんかその、ね、譜面見たりとか歌詞見たりとか、うんうんうん、そういうのもなんかすごいこうパッてもう大きくできるし、うん、その動画とか映画もその見るのも出先とかで、うんうん、まあ、すごいいいなっていう、うん、はい、これ自分への誕生日プレゼントとかって買う、うん、いや誕生日プレゼントは買ったことないですね。あ、マジか。はい、あります。あるよ。え、うわー、なんか1月3日じゃん、はい、結構そのなんだろう、忘れ去られることが多いわけよね。そんなにこうプレゼントをもらう経験がないからさ、自分にね送るみたいな、うん、ここしかねえみたいなところある。なるほどね、へ、ね、やったことないな。まあでもご褒美の一環ですね。そう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 、あ、言い訳とも言うみたいなはい、じゃあもう一ついきましょうかね、はい、ラジオネームミミさんからいただきました。天月さん、山本さん、こんにちは。こんにちは。最近暑いので1日1個アイスを食べてしまいます、うん、ほう、スーパーで安売りしている時に大人買いしてついつい食べてしまいます、うん、お二人はカップアイスと棒アイスだとどちらが好きですか？はあ、俺もうね、カップアイスだとね、もうクッキー&クリーム一択なんだよね。僕あんまカップアイス食べないかもな。なんかもう罪度高くないですか？罪。やっぱ罪を感じてしまう。感じてますよ僕は。もう幸せしか感じねえよ。いや、もともとその甘いのは僕なんかその食べたくなるけど、うん、一口とかでいいタイプなんで、うんうん、なんかそのスティックタイプなんかちっちゃいやつとかがこういっぱい入ってるみたいなとかだったら、うんうん、ちょうどいいんですよ僕は。あのアイスの実とかね。そう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 。ああいうのでいいんですよね。僕はマジで。アソート的な。うん、ピノとかもうそう全部食べられない、6つ食べられない。あー、最近はそっちになってきましたよ。だからちょっと雪見大福だから食った時にうわ1個でいいってなりましたもん僕。あれ雪見大福はあれだよ、うん、あ、半分に割れるからあれ2人で分けっこするんだよ。パピコと一緒だよ。あー、じゃあ僕はもう塩用途間違えたくそ、知らねえそんな知らねえよ。はい、ということで、メールは以上です。番組ではですね、ただいま子供の頃やった謎の遊びというテーマメールで募集しております。その他ですね、僕たちへの質問、はい、メッセージなどなど募集しております。あなたからのメールお待ちしてます。猫ちゃんこっちおいで、怖くないよ。聞いてた。
乙女フラグアット郵政高校。先ほどのジングルはラジオネーム恋するうさぎさんからです。結構ね、動物相手だとちょっと砕けた喋り方になってしまいますよね。はい、ということで、まずはこちらのコーナーをお届けします。選択肢は2つだけ。ということで、選択肢が2つしかない質問に、うんうんと悩みながらどんどん答えてみようというコーナーでございます。では早速やってみましょう。はい、じゃあ僕からいきましょうかね。うん、ラジオネーム3年1組図書委員カイトさんからです。はい、春夏秋冬すべての季節で半ズボンか長ズボンのどちらしか着れないとしたらどちらを選びますか。半ズボンか長ズボン。いや、じゃあ発表します。はい、せーの、長ズボン。ほんと？だってさ寒いじゃん。もう寒いよ。これちょっと裏技言っていいですか。はい、これ半ズボン履いて長い靴下を履きたい。わかります。めっちゃ上まであるやつ。うん、だせめてあのすね弱点は守りたい。もうぐらいまでしかない。何が？半ズボン。もう桃ぐらいまでしかない。ダメ。でも長ズボンね、俺裾がちょっとね面倒なのよ。そう巻けばいい。裾。そう、ま、巻いたらもう半ズボン。いや。まあどこまで巻くって。どこまで窓。汎用性が高いじゃないですか。え？そう。長ズボンなんかね履くのがね、暑かった。ちょっとだって長ズボンこうやって上にピッて上げればいいじゃないですか。ダメだよ。もうダメだよ。許されない。厳しい。まあカイトさんは、はい、圧倒的長ズボン派らしいですね。長ズボン、そうでしょうね。はい、そうでしょうね。じゃあ次。はい、いただきました。ラジオネームパピコさんからいただきました。はい、私の中でこの2択は究極の2択なのではないかと思います。いきましょう。生まれ変わるなら人か人以外か。いきましょう。どうですか、いきます？おお、はい、おお、うん、なるほどね。ちょっと待って、待って、難しいよね。人以外かって、じゃあそれ何よっていう話だからね。じゃあいきますね。はい、せーの、人。まあやっぱそうね、まあ、今現状さ、なんだろう、未知のものに対してのなんか恐怖っていうのもあるからさ、はい、あと人か人以外っていうのがさ、多すぎてさ、まっくりがね、なんだったら逆にいいだろうな。ロボの石とかかもしれないね。石に生まれ変わりとかあんの？ある。だって占い師さんとかにさ、あなたの前世はそうですね、石ですねとか言われたら、ね、石みたいにならない。石かもしれん。まあでも人がいいかな。はい、だから自由度が高そうな感じあるな。なあ、じゃあ次いきますね。はい、はい、ラジオネーム空麦さんからでございます。はい、友達が手料理を作ってくれました。うん、反応に困るのはどっち？見た目はすごく綺麗だけど無味、見た目はぐっちゃぐちゃだけど味は最高。あー、反応に困るのね。これちょっと長い。あ、見た目か味ってことよね。まあ味だね。あ、言うやつ言うちゃう。じゃあいきますよ。はい、じゃあせーの、味。見た目。反応に困るってことだよね。え？反応に困るのはどっち？って、見た目が綺麗だとさ、褒めやすい。褒めやすいというかさ、あ、綺麗だねってさ、無味はさ、もそもそ食えばいいわけじゃん。はいはいはい。で、出された時一瞬さ、やっぱぐちゃっとしたものが出されたらさ、ってならない？二の足を踏んでしまう。いやでも僕はもう食べてうまかったらそれが正義だから。ぐっちゃぐちゃだよ。いやだって美味しかったら大丈夫だよ。なんかどれほどのぐちゃぐちゃさかね。いやでも分かんない、すごい頑張って作ってちょっとぐちゃってなったのかもしれない。ちょっとならね。ちょっとならいいけど、加減が分からんな。いやでもやっぱもうだって
完成してるもの出されてさ、うん、そしたらさ、まあやっぱ一定以上食べなきゃいけないわけじゃん。味、うん、がとんでもなかったらどうする？あーでもこれさ、よく考えたらさ、うん、この見た目はすごく綺麗だけど無味っていう人はさ、うん、もう見た目がさ綺麗なわけじゃん、うん、だから結構自信持ってると思うんだよね、自分の作ったものに対して、はいはいはい、でも見た目はぐちゃぐちゃだけど味は最高っていう人はさ、うん、味は見た目はぐちゃぐちゃじゃん、うん、っていうのはもう自他ともに認めるところもありそうだから、うんうん、あのいい人そうだよねいやぐちゃぐちゃじゃんとか言って言ってもなんか許してくれそう、うん、な人っぽい。いやでもちょっと食べてみてそうそうそう食べてみてよ。そうそう、違う、これぐちゃぐちゃじゃん、初心者分かってないね、これなんだよこれみたいな、まあ、ちょっとだけだよってなんかこあ困るっていうことには はい、ならなそうかもしれない、ね、あの人柄的にだからまあ僕は味ですよ。そうね、味、なるほどね、はい、まあ、そっちの方が楽しそうだな、確かにそうかもしれない。見た目を食ってるわけじゃないですか、だって。まあ確かにね、うん、まあどれほどのぐちゃぐちゃまあぐちゃ、まあ、見た目ぐちゃぐちゃだと突っ込めっからね、うんうん、はい、はい、じゃあもう一個いきましょうかね、うんうん、ラジオネームマキー、あと郵政高校 PTA 代表参加いただきました、うん、天月さん、山崎さん、こんにちは。お二人にお伺いします。うん、5分間我慢しないといけなければどちらを選びますか、うん、痒み、痛み、うん、あーどれくらいかにもよるな。5分って結構ね、長えな。我慢ってもう何も対処しちゃいけないんでしょ。どれぐらいのものなんだろう、うん、ペケポンとかも作っちゃダメ。いきますか。5分ね、うん、5分、うん、どれほどのものなのか。いやーむずいなこれ。せーの痒み、痛み、痛み、痛み。もうなんか痛みを5分、どれ結構痛かったら俺もう気を失ってしまうかもしれない。そうなってしまえばもはや楽かもしれない。そっか確かに。僕ね、かんな程度によるよね。なんかね、なんかだってもう痛かゆみってもうなんかもう逃れられない苦しみ感があるじゃないですか。なんかこうさ、何、うん、こう何、内側っていうかさ、うおーっつってこう なんかどうしようもないね。痛みはまあなんかうんみたいな、カワンみたいな。まあその経験をしたことがあるのは、はい、うん、どっちかっていうと痛みなのよ。そうでしょうね、うん、あのでも今まで僕一番痛かったのは、はい、あの盲腸の時が、あ、はいはい、もう気を失うぐらい。でも、はい、点滴も何も効かずに、はい、結構痛かったんだけど、うん、それを味わいたくないっていう。あ、じゃあもう自分の中ちょっと最大値がだいぶ高いから、うん、それがあるとちょっとさすがに無理っすっていうね。そう、痒みはねそんなに経験がないから、痒みをね、痒みを舐めてる可能性あるな、うん、でも痒み舐めてる可能性ある。ちょっとそれの意見聞くと僕もちょっと痛み怖くなってきたわ、うん、そうでしょ。痒みもね、確かに、ね、なるほどな。ちょっとこれに関してはちょっともう怖いございます。難しい、ね、両方わからないでございますよ。そんなちょっとあの死ぬか死ぬかみたいな質問やと思ってそれが選択肢しか、こう選択肢は2つだけって難しいな。いや、ありがとうございます、はい、いろいろ送っていただきまして。じゃあ今日は、ここまでということで、はい、2択の質問が浮かんだら番組宛てに送ってみてください、はい、以上選択肢は2つだけでした。乙女フラグアット郵政高校、続いてはこちらのコーナー、優しい世界。ここはそこはかとなく優しい世界、否定や反論は一切なし。あなたが褒めてほしいこと、そうだねって言ってほしいこと、すごいね、偉いねって、もう全て僕らが受け止めます
はい、それでは皆さんからのメールを紹介していきましょう。はい、ラジオネームもこたんさんからです。はい、天月さん、かずさみさん、こんにちは。もこもこしてる部分がもう可愛いね、はい、うん、もこたん、はい、お二人から褒めてもらいたくメールさせていただきました。5月末にマラソン大会に出るために腹筋を始めたのですが、最近30回から50回できるようになりました。マラソン大会は中止になってしまいましたが、今でも頑張っている私を褒めてくださいということです。え、もうすでに腹筋をさ30回できることがすごい。そうだよ、うん、そうそう、50回できるようになった。もうそんなん続けたら、うん、もうお腹がもう割れちゃうよ。割れちゃうよ、うんうん、もう80個ぐらいに、うん、マウンテンマウンテンですよ、そんなの。何マウンテンマウンテン山々が生まれてしまいました。すげえ、いやすごいね、頑張りましたね。偉いね、偉い、本当にそれはすごいと思う。ちょっと見習って僕もやってみようかな。腹筋やってくださいよ、本当だよ、うん、もうどうした本当だよ、どうした、見習ってくれ。腹筋ね、すごいね。ああ、この方は人類の救世主です、うん、ありがとう、腹筋してくれて、腹筋してくれて、うん、みんなの腹筋をね、はい、鍛えていただいてありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、ということで以上、優しい世界からお届けしました。優しい、乙女フラグ&優勢高校、そろそろお別れの時間となりました。番組ではあなたからのメールを募集中です。僕たちへの質問、メッセージはもちろん、乙女フラグ見つけました、優しい世界、テーマメール、子供の頃の謎の遊び、そして僕らに言ってほしいセリフもぜひぜひ送ってきてください。番組のメールアドレスは yusei@joqr.net です。あなたからのメールお待ちしてます。それではここで優勢高校からお知らせです。大好きなキャラクターと同じ時を過ごせたら、そんな夢を形にするキャラクタープロジェクト優勢高校、そのキャラクターたちが登場するツイッターボイスドラマをこの番組の公式ツイッターで随時更新中です。ぜひチェックしてください。またこの番組のアーカイブ放送を YouTube の優勢高校チャンネルで聞くことができます。詳しくは番組公式のツイッターのリンク先をチェックしてください。そしてスマホで見れるエンターテインメント情報サイトバッシュプラスで、ユーラジの予告記事が配信前日金曜日に掲載されていますので、ぜひチェックしてください。さらに完全無料のコミックサイト、コミックバッシュにて優勢高校ゲーム部のコミカライズが全18話無料で読めますので、ぜひ読んでください。はい、というわけで第6回の放送でございました。5月も終わりですね。うん、はい、もう春もだいぶ終盤になって、春も竹縄、春も竹縄もうすね、でも本当に盛り上がってまいりました。盛り上がってまいりました、はい、暖かくなってきて、まあお洋服ね、うん、着替えたりするのも楽しくなって、そうです ね今年の夏はどんな夏になるのかななんてもう考え出すぐらいになってくるんじゃないですか、うん、今年の夏はね、僕はあのビニールプールを出しますよ、はい、おー、はい、いいですね、はい、犬とパチャつきます、いいじゃないですか、はい、はい、というわけで今回はここまで、次回の更新日は6月の13日ですね、はい、はい、ということで次のゆうらじもよろしくお願いします。乙女フラグ優勢高校、お相手は高坂翔之介役天月と、くずの葉賢子役山本和富でした。かしこ、そろそろ帰るか。次回もたくさんお話ししましょう。それじゃあ、お疲れ様でした。